方やからね。うん、そうですね。うん。いやね、もうそんな人にはね、ブサイクチョーカーをつけてやろうとね。うん、ということで、今週の、今週のプラネットスなんていうのは、こちら、何でしたっけね、セクシーエクスチェンジ、ブサメンチョーカーで、マンガンジョージュですね。はい、ああ、そうですね。これ話さないで終われるかなって思ったんですけどね。今日。いやいや、まあ、これは、あれですか。あれですね。さくら、何でしたっけ、さくらことねさん、さくらことねじゃないじゃないですか。絆み。あ、なんて読むんですか、これさくらことねじゃない。ことねさんって読むんですか。あ、失礼しました。なんか俺、仕事で一緒になったことあるよ、ね。あ、お会いしたことあるんですね。あらあら。あ、さくら絆さんでした、すみません、普通全然違いました。さくら絆さんね、主役の絆さん、まあ、今はね、なんかラーメン屋を開業してるらしいんですけど、がまあ主役というか、まあいわゆるこう AV の人らが出てくるこう、うん、お色気ムービーというかね。そうですね、 V シネってわけではない劇場公開映画ですけど、うん、っていう話ですよね、うんうん、でね、まあなんとなんとなんと浅草キッドに続く芸人ものでしたね、これ。あ、芸人ものでしたね。浅草キッド、はい、影日向に作に続くね、うんうん。なんかね、流れ組んでましたね。うん、まあ、売れない芸人が、うん。売れないイケメン芸人がね。はい、なんか知らんけど、ブサイクネタをやってると。はい。そしたらそこにこう、魔法のおじさんみたいなのが現れて、はい、こう首にするチョーカーをね、こうブサメンチョーカーというか、うん、まあ、自分のなりたい姿になれるチョーカーをつけたら、うん、その人がこうブサイクになると。はい。何やったっけ、ブスだなんとかみたいな。ブス島。ブス島。はい。野球漫画みたいですけど。うんうん、になって、まあ、それでこうブサイク自虐ネタが受けて、売れてい く,、うん、いくんやけど、こう同棲してる女の子とか、そういう人をこう傷つけつつ、そして自分とは何なんや、うん、自分のやりたい音楽とは何なんだ、愛とは何だ、夢とは何だ。うん、見た目とは何だ、うん、っていうね、そういうところをこう深く掘り下げたね。本当の幸せは何だ、うん、はい、そういう映画となっておるんですけども。はい、いい映画でした。よしめちゃめちゃいい映画みたいじゃないですか。うん、ここ80回ぐらいやってて、なんか一番ちゃんと解説してましたよ。10秒解説。まず思うんだね。はい。全然イケメンじゃない。元が。あ、これね、これね、俺の予想やけどさ。あのイケメンスーツのアンサーとして作ってるんかな、これ。ブサメンチョーカーって。いや、そういうことじゃない、そ、いや、多分ね、時代的に、うん、オマージュっていうか、その要は、脚本も、うん、おそらくさ、僕、V シネを昔ね、いろいろやってきた、うん、経験があるんで、あれですけど、脚本とかも、すごいこう低賃金といいますか、低予算、ギャラで、はいはいはい、うん。映画を見る限り、はい、こんなん分かんないですけど、うん、照明さんはいなかったですね。俺、音声さんもいたのかなって思って。音声さんも絶対にいないですね。うん、いない日がある可能性。いると思います。そうやな。多分、オラン日あるな。エンドロール見てたら、多分いるはいるんですよ。撮れてるとか撮れてるんですよ。いない日あるんですよ。最初のカットとか絶対、うん、アフレコやで、うん、なんかもう。あとね、おそらくね、うん、家のシーンとかね、あれ、深夜撮って。うん、だからもう帰ってる可能性ある。ロックオンブさん急に声ちっちゃみたいなあるんで、あれはね、ロックオンブさん帰ったんじゃないかという可能性はありますけど、あのね、もう低予算で本とかもね、すごいこう3日で書いてとか言われることって、まあ、この作品は分かんないですけど、うん、言われることあって、うん、なんかね、劣悪な環境はやっぱりね、当時の日本映画界っていうのはあったんで、うん、未だにありますけど、そこら辺の厳しさはがもろに見えてしまうという部分はあると。俺的にはでも、それにしてはよう頑張ってるなって思いながら見てたね。それね、優しい、よくないです、優しい。そうして甘やかしてしまうと、なんかね、お笑いライブがあるんですよ。はいはい。で、それに出たら、なんかお笑いサバイバルなんとかみたいな番組につながる。多分、はい、うん、オンエアバトルっぽい感じだね。はいはいはい。のパロディみたいな。まあ、よくありますもんね。ああいう仕組みはもちろんね、うん、ありますからね。
うん、でこうお笑いライブのシーンがあるけどさ、うんうん、なんで客ジジイばっかりやで、うん、あのね、客の癖強すぎて気になっちゃうんですよ。普通若いやろ客、そういうの、うん、客の個性ありすぎんですよ。あの辺はね、浅草キッドとちょっとこうね、通ずるところがありましたよ。ただよく集めてた、あの数、うん、集めすぎやジジイを、少ない日もあっていいんですよ、うん、あれでもあの地下芸人なんだからみんな。あれでも大泉洋が出たら芸人だよバカ野郎って言ってるとこやからね、うん、バカ野郎っつってね出川さんがいたら笑われてんじゃねえんだ笑わしてんだっつって上島さんがいたらいやでも俺は笑われてて嬉しいからっつっていい話だなんつってね、やってるとこですけど、やってるとこですよ。だからこうね、意外と僕は見れましたよ、楽しくよかったむしろ楽に、うん、あのセックスシーンがいらんぐらい、あの下手でした、ね、セックスシーン付け足したような、うん、なんか急にふわーみたいなで長いしファンタジーみたいになってるし、うんうん、言うほどねそそられないし、うん、まあ、でもこのね女優さんにとってはあそこが本職というかあれやから、多分ね、うん、あれもうあの制作から求められてるんですよ、うん、こういうセックスシーンを何回も何回か何分入れてくれって多分、うん、ピンク映画は決まってますし、うん、Vシネって割とちょっと曖昧なんですけど、うん、入れることでそのユーザーその、はいはい、そういうジャンル、こういう映画のジャンルを好きなファンの方々向けに入れないことはできないっていう流れなんで、うん、でもちょっとなんかな、もうちょっと丁寧にやってほしかったなっていうのがあります、ね、どうですか、映画全編通してみた感想というか。僕はわりかしその、はい、まあ、第2の浅草キッドの枠に入るかなって感じ。そうそう、だってこれ先週やったのって、うん、ミリオンドラベイビーでしたっけ。あ、違うな、先週は何やりましたかね。え、何でしたっけ。もうね、悲しいぐらい。ちゃんとし何も覚えてない。そう、あのね、先週何やったかなって思うんですけど、うん、ちゃんとした映画見てる、ちゃんとした映画っていうのもなんか浅い感想になっちゃいますけど。朝だけですよ、先週。朝だけでしょ。よりにもよって朝だけですよ。うん、俺、号泣してるんですよね。震災とかの話ってもあるわけです。号泣してるわけですよ。うん、あのね、だから反動で、うん、あの幅広くね、うん、見ましょうということでこの作品を選んだんですけど、むず、うん、むず、むず、うん、思い出したな、いろいろ。セクシーな映画の終わりには俺的にはやけど、うん、なんていう、抜け感はあんまなかったな。抜け感って言ってくると話変わってきますよ。なんかまああえてこう。こういう表現してるわけですけど、これね、僕ね、すごい思うんですよ、うん、もうこれはね、声を大にしてもう全然怖くないから言いたいんですけど、うん、あの女の子たちを、うん、もっと可愛く撮れると思うんですよ、はい、ヒロインとか 女優さんを、うん、そこがね、あのね、ごめんなさい、下手だなと思った、撮り方が、あのアップのシーンとか、そのあ、でも俺もそう思ったかも、うん、そのこのストラの普段というか当時の、うんうん、その AV とかって あんま多分知らんねんけど、うん、そっちの方が綺麗やろなとは思った。そうなの、あのやっぱり、例えばそういうね、アダルトビデオっていう業界はやっぱ女の子たちを見て、パッケージを見て男性が買ってレンタルして見るわけじゃないですか、うん、やっぱ綺麗ではなければ、うん、要は買ってくれないわけですよ、うん、見てくれない、そこに対して 100% の注ぐわけじゃないですか、力を、ね、技術、綺麗に撮ると、うん、美しくセクシーに色気をたっぷり撮るっていうのが絶対なんですけど、このやっぱちょっとした映画になる、うん、エロ V シネとかって映画になってきた時にちょっと俺は手を抜く抜いてんのかなと思っちゃうんですよ。彼女たちが手を抜いてんのかな、うん、その実力予算的なというか、まあ、予算イコールも人やから、だからあの子たちが人気のある女優さんを使っているのであれば、うん、でも綺麗な可愛らしい人たちなわけじゃないですか、女優さん、うん、その人たちを最大限綺麗に撮る努力って絶対しなきゃいけないと思う、はい、そのギャップで
主人公の情けなさが際立つと思うし、うん、こんな可愛い彼女がいるのに何やってんだっていうところでお客さんは葛藤を覚えて、ね、そこがあのドラマになると思うんですけど、うん、その女優さんもやっぱりなんかもっと、まあ、カメラのねあれとか撮り方とか、うん、画角とかもあるんですけど、そこをもっとしてほしかったなって僕は思っちゃうんですけどね、うん、もったいなかったなと思って。つまり、まあ、抜けんかったってことね。抜けない、抜け感がない、抜けないって言いただきましょう。抜け感なかったですね。うん。いい言葉を言っていただいたら抜け感いいですね、うん、抜け感がね、まあ、ちょっと薄かったね、うん、ここはもっとドキドキしたいですよね、こういう、うん、あとまあでも最終的にね、まあまあいろいろありまして、その彼女と2人で漫才師になるっていう、うん、あそこ聞きたい、うん、そこ聞きたいっすわ。でその漫才師になって、まあ、ネタをちょっとだけやってんねんけど、はいはい、そこのネタのクオリティが一番高かったな。あのそれまでのピン芸のネタの内容って、はい、けっやっぱこう、はい、なんていうかな、お笑いの人が絶対考えてないであろうみたいな、はいはいはい、お笑いのフォーマットになってないかっていうけど、そうですね、うん、最後の漫才の内容だけお笑いのフォーマットになってて、なんか知らんけどちょっと面白かった。しっかりした漫才になってるやんと。そうですね、さだまさし言ってましたもん。その辺が、あもうそこだけで言ったら、あの影日向に作を超えてたよ、漫才だけで言ってた。宮崎あおいに勝ってました。勝ってた勝ってた、余裕で。嘘でしょ、うん、すごいな。確かにあのヒロインの変顔とかちょっと面白かったですもん。そうやね、ちゃんとやってる、ちょっと好きになりますもんね、行こうって。その変顔で売れたっていうのはちょっとおかしいかな、うん、どんな世の中や、うん、あの子を芸人する必要があったのかっていう気は してますけどね。うん、まあでもなかなか楽しかったですよ。いやまあツッコミどころがあるのは確かに、ネタがねいっぱい喋れるから面白い、うん、むしろ向こうの思うツボの可能性あるね、これ。うわあれちょっとまだ勉強足りないっすわ。まんまと抜かれてる可能性あるね。まんまと気づいてないけどね。そうやね、まんまともう、うん、パンツパリパリになってるかもしれない。なるほどね、気づいたらね。ちょっとお風呂の時気をつけてみます。あのちょっとトイレ行こう思ったら、うん、ティッシュついてるみたいなことあるかもしれない。ティッシュもついてるの？知らん間に。それすごいですよ、だって記憶そこごっそりその記憶抜けてるんだもん。だとしたらなんかもうふやけてるみたいな。ふやけてる？どっちが？いやでもね、笑ってますけど、やっぱ声を出して、声に大きく言いたいのは、うん、あのホップ、ステップ、ジャンプっていう、僕らは、はい、成功例があるんですよ。そうなんですよ。はい、うん、それ の2匹目の土壌を狙いに行ってるわけです、今回。うん、久しぶりに。うん。うん、なんだある意味、大イベントなわけです、今回。そうね、ちょっとあの、うん、大振りというか、ホームランを。そう狙いに行ってるからね。行ったんですよ、うん、ホップ、ステップ、ジャンプを今じゃあもう一度再評価してみたら、うん、あ素晴らしかったです。ホップ、ステップ、ジャンプはねようできてる。何でか知らんけど、ね、知らんか知らんけど、うん、ちょっとバカにしてた節があるかもしれない、うん、謝りたい、あの、ね、そうね、ちょっとちゃんとドラマ見てるというか、ドラマだったんです。ホップ、ステップ、ジャンプエロもあり、うん、で AV 女優の子はね、うん、の子が主演をね、やってやられてるわけですけど、ちゃんと ドラマなんです。あの子は AV ちゃうやろ、グラビアやろ。あ、そうか、ごめんなさい、うん、グラビアのね、あの、まあ、だからそのおっぱいが出たりとかないけども、まあお色気シーンみたいな、ね、パンチラとか、うん、そうそうそう。でもね、俺が求めてたのはね、あれぐらいだったんです、うん、はいはい、あ、わかるわ。 あれぐらいを求めて探したじゃないですか、うん、あのね、がっつりエロ V シネだったんです、今回。うん、そうや。実はホップステップジャンプぐらいの方が抜け感があるんだよね。そうなんです、あ、抜け感いい言葉です ね、うん、本当に今日見つけた一番の収穫ですわ。抜け感、違う意味でいつも使ってましたけど、うん、でね、そこで園部琴子さんを発見し、ね、発掘言ったら怒られるか。いやこっちゃんはね、いい女優でしたよ、やっぱり再評価、ね、こう、うん、今シーズンこっちゃんの作品見てないですけど、あの、うん、今年のね、小崎大将やっぱり女優してまた飲めずされるんじゃないかと。そうやね、そのぐらいの
超える人が出てこへんかったらね。出てこないっすよ。なんなんすかね。ほんとに。もうちょっとね、女優さん出てきてくれたらね、この作品も。今のところ、あれぐらいかな。浅草キッドの歌歌ってた。うん。何やったっけ、あの女の人。変な名字の人。浅草キッドの歌歌ってた。二階堂ふみさん？二階堂ふみじゃなくてさ、あの人よ。すげえ忘れてる。あの、ほら、ストリップ小屋に、うん、で、歌手もやってますって言ってた人。うん。いろんなよう出てる人ね。すげえ今、うん、すごいドアセルしてます。すいません。なるほどね。あ、が入っていくんですね。こっちゃんに迫る勢いやね。いや、すげえな、こっちゃん。こっちゃんを僕らは今、こすりすぎなんですよ。だから、こっちゃんに申し訳ない。こっちゃんも女優さんの活動、そんな今ね、まあ、してるわけじゃないですから。女流ジャンシというかになる。そうそうそう。女流じゃない、女流なんで。うん、なんでね、まあ。こっちゃん抜け感すごいあるから。あるんです。うん、ファンになりましたからね、あれ。なんかパチーンとファンになってるんで、僕は。なので、やっぱ天下の太田プロです。そんなもん。まあまあ、そうですね。いや、だから、そういう意味では、やっぱり、ある意味、こっちゃんの一人勝ちです。今回の作品は。こっちゃんさえ出てくれてたらね、まだ話変わる。話変わってきましたよ、そんなもん。もっとこう、ぐっと。かぶりつきで見ますよ、ね。セブンスター吸ってるシーンがガーッと入ってきてくれて。セッター吸ってたな。下手だったな、吸い方。トイレでのタバコの吸い方。まあ気になる方はね、これはまあ、これはビデオ内にあるんですね、うん。ホップ、ステップ。これが、シーズン1、シーズン2、シーズン3ぐらいまであるんですかね。シーズンっていうか、あれがね。前しか見てないんですけど、ね、言うても。あれね、郁恵ちゃんのご質問が。うん、渡辺裕太君が主役です。もう来週は2見ますか。そうやね。この流れで。初めての続編ものっていう、補佐金で。初めてかな、ないんじゃないですか、やってない。だから、あ、だからあれですよ。ジョン・ウィックぐらいですよ。ジョン・ウィックぐらい。だからジョン・ウィックともう、並んでるから。すごいな。うん、キアヌと並んでってすごいっすね。2にこっちゃん出てなかったらなんかショックやな。いやもう、すぐ止めますよ、俺。いちごちゃん出てなかったら。そんなもん、ホップステップじゃないですよ、そんなもんな。だとしたら。まあまあね、そんな感じでね、はい。皆さんもね、たまにそういうこう、うん、B 級っていうわけでもないけども、うん、低予算映画、はい。低予算で志が低い映画ね。これが一番面白いですから。そう。だから、ちゃんとプライムビデオの中で見るっていうルールしか僕らはないわけだから、うん、あるものは、ある意味全作品見る可能性というか、そうですね。ね、権利が。うんあるわけですから。月がそういうのはやっぱり幅広く、うん、僕らもそれを見て、うん、雑談していかないと、ね、このチャンネルの意義っていうのを問われますから。また次、ま、そういう映画を見たときに、実は、うん、セクシーエクスチェンジ、うん、そこそこ良かったやんけになるかもしれんからね。はいはいはい。なりますから。だからもうその来週はもう、ショーシャンクとか見たんねん。もはや。ショーシャンクは抜けへんな。抜け感の意味がバレてしまうのよ。だとしたら、それ言ってしまったら。まあまあ、そんなわけでね、うんセクシーエクスチェンジ部三面鳥か、はい万願成就でございました。というわけで、来週何見ましょうか、はい、というわけで。そうです。なんかあれやね、ショーシャンクはこの間地上波でやったらしいね。はいそうなんですよ。あとね、映画館でもやるんですよ。デジタルリマスターとかで。なんかちょっと財布、はいはい。で、またね、トップガンもね、今。あ、そうやね。続編やってるしね、うん。いや、いろいろありますけどね。まあ、ああ、俺、これめっちゃ最高に好きなんだけどね。お、スラムドッグミリオネア。あ、面白いですよね。これね。見た？これ今当時見てるかな ?DVD 見たかな 俺も当時新宿で見たな。新宿なんとか5。はいはいはい。懐かしいなぁ、これ。バルグ5。ブルグ何年ですか ?2009 年です。ブルク、うん。ブルク9ですね。新宿にある。うん。あれですわ。大の字の大地さんと見たわ。うわ。スラムドッグミリオネアとグラントリーみたいな、確か。これめちゃめちゃいいじゃないですか。あ、王子さんと映画に行った話ね、俺が大好きな話ですよね。ねあの、
花川くん、チケット代だけは握りしめてきてなっていう。うん、あれいい、俺好きなんですよ、あの話。ジュニアさんのエピソードを、ただ単に丸パクリしてたっていうだけなんですね。これ、王子さんすげえと思って、数年後にはジュニアさん言ってたでっていう。ネタバラシされるって。まあ、そんなんもありますし。ありますし、うん、まあ、東野さん、東野さんみたいになっちゃうけど。ありますし、うん、ね。何がいいですかね。ありますね。でも、スラックムドック見るようには2人とも見たことがあるっていうんで。いや、見たことないやつだよ。あ、いいですか。そうですね。流れ的にどうですかね。あの、うん、ミリオンダラーベイビー、浅田家っていう。うん、洋楽、邦楽、うん、胸くそ悪い映画、うん、まあ、泣けると言われてる映画、で、エクスタシー、ハサミーノですからね。流れ大事な気がしますね。で、ちょっとこう、あれかね。あ、え、これもやってんの？あ、すごい、探すやってる。探すってやってんの？なんかめっちゃ気になってて、めっちゃおもろいだって聞いて。てか、めちゃめちゃ最新です。うん。これにしましょうよ。あ、探すみたい。探すみたい。俺も普通に見たかったん、うん、見ましょう、見ましょう。これは、片山晋三監督。うわ、出演、佐藤二朗さん。そしてこれ、伊藤蒼さんかな。うん、大阪の下町で平和に暮らす。うん、ね、あ、すごいな。これなんか、ジャニコチェみたいな設定だな、最初は。あ、そうなんだ。はいはいはい。で、指名手配。の殺人犯を捕まえたら、懸賞金がかかってる、うん、それを探しに行く。うん、だからそっからすっげえ難しいの、ね、難しいというか。で、なんかね、俺これあの映画評論家の人が言ってたけど、この主演の女の子がスーパー天才って言ってた。はい、うん、ああ、見なければ。これ行きましょう。すごいね。行きましょう。来週の、雑談テーマは、探す。楽しみですね。というわけで、はい、でございます。いや、探すちょっと楽しみですね。すごいですね。この、うん、片山晋三監督って前作、注目を浴びた作品が、岬の兄弟っていう、うん、作品で、まあ、インディーズ映画だったんですけど、あの、まあ、グランプリとかを取りまして、はい、ある埼玉の映画祭で、うん、そこからもう評価されて、まあ、それがまた、すっごい話なんですよ。そのデビュー作というか注目された作品が重い話な重いですよ。あの、うん、兄弟の話、お兄ちゃんと妹の話なんですけど、はい、妹さんが障害を持ってる、はい、ですごい貧乏なんです。2人はボロ屋に住んでって、で兄貴も、兄貴はダメな、松浦優也さんが演じるダメな兄貴が、もう金がないからっつって障害を持った妹を風俗やらせる、はいはいはい、っていう話なんですけど、分岐まあね、むちゃくちゃひどい話で、むちゃくちゃ切ないっていう。抜け感はもうない。抜け感、皆無ですね。あの、痛い心が。でも、すごい、こう、社会派でもあるんで。うん。だから、そういうことだよな。その、すごい力強い。是枝さんとかとは、またちょっと違う感じで。そう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 。そうですね。確かに。内臓を直で掴んでくる感じの映画だよね。その映画の監督が、佐藤二朗さんと撮った映画が探すなので、佐藤二朗さんもね、なんか最初は俺、イメージとしてはさ、うん。なんていうの、大人計画系の人らおるやん。はいはいはい。不動館さんね。うん、あちょっとコメディアスな感じやけど、最近あの、安倍貞夫さんとかもそうだけどさ、うん。なんていうの、死刑囚になる病やったっけ。はいはいはい。とか、まあ、ああいうので、ああいう人らがシリアス系とかやりだしたら、うん、手つけられへんよな。そうなんですよ。うん。最強なんですよ。やっぱあの普段優しい人が怒ったら怖いみたいな。ああ、ありますね。ね、うん、やっぱり二朗さんもこうよ、それで、ああいう、まあ、福田雄一さんのね、大体作品、グレーさんですけど、福田雄一作品とかでもう、伸び伸びこう、好き放題やる、うん。それを福田さんが笑って見てるっていうところで、イメージをついて、売れて、うんうん、それでその反対ができるようになるんですよね、売れると。ムロツヨシさんもそうですけど、うん、同じ流れで。大泉洋さんとかもそうかもね。そうですよね。あの、バラエティタレントみたいなノリで出てきたんですけど、面白いやつが。ゆうすけさんたまりやと。そうです。売れ、面白いやつが、ね、踊るでね、ゆうすけさんも、うん、リアスの役。筧利夫さんとかもそんな。そうやね。筧さんも大阪芸大やったね。そうです。劇団の時は、むちゃくちゃ、あの、新幹線
あそこです。あの、三谷さんの劇団です。第三舞台です、うん。とか出てて、めちゃくちゃあの、コメディ俳優なのに、うん、僕が知ったのは、踊る大作戦の、めちゃくちゃ厳しい感じ、うん。あの、嫌な感じね。嫌な感じ。うん、だから、実は、めちゃくちゃコメディの人だったっていうの、うん、その両方ができるようになるっていうのは、やっぱり、ある程度、知名度を得ないと。まあ、そうよね。できないんで。仕事としての幅、まあ、だから、もともと、はっきり言ってね、笑かせる方が難しいからね、うん、泣かすより。いや、そうですね、本当にそうですよね。うん、だから、あの、ビギンのさ、笑顔のまんまって曲あるやん、さんまさんに作った。はい、はい。あれで、あの歌詞の、あれでね、いいこと、いい歌詞だなと思うんだな。うん。僕が笑いを君にあげるから、僕に笑顔をくださいっていう。うわぁ、めっちゃいいっすね。めっちゃいいやろ。めっちゃめっちゃいいっすね。めっちゃさんまさんっぽいやん。さんまさんが書いたわけちゃうけど。さんまさん書いてないんだよ。へ、う、ぇ、んすごい。それすごいよね。笑顔にさせてるとかさ、うん、そういうことじゃない。笑いをあげたから、その、それで笑顔をくれたら、このトントンになるみたいな感じ。うわぁ、すげえいい話。泣かすのって簡単やな。なるほどね。死んでほしない人が死んだら泣くからね、大体。確かに。はいはいはい。うん、そうですね。うん。抜く方が難しいかもしれない。いや、そうですよ。もうテーマ、今年の、もうね、まあ、6ヶ月経ったわけでしょ、うん、今年も。あと半分ですよ。うん、まあ、残りの、後半戦のテーマはもう抜け感です。うん。だから最後、俺の抜け感ポイントだけを言っていくと、はい。なんか、チラリズム的なことあるよ。はいはい。ほぼ大反対。え？ちょっとそれ、意見ぶつかるかもしれないな。はい。何も見えへん、俺。特殊です、それ。え、何なんですか？あの、受刑者なんですか？一番いいのは、あの、剣道着みたいな。やってたから、剣道。剣道着とか、宇宙服的なこととかね。うん。宇宙服やばいね。宇宙服フェチやばいっす。だから宇宙服フェチなわけじゃないで。俺、コスプレが好きなわけじゃないから。その、生から一番遠いやん、その。はいはいはい。だいぶ向いていかなあかんやん。はいはいはい。でそれが多ければ多いほど、なんか、抜け感が増していくんだよ。だから、うん、マイクロビキニみたいなの着られたら、うんうん、うわ、抜け感ねえなーってなんだよ。うんうん。はい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 。だからその論理で言ったら、最終的には俺は宇宙服を着た、うん、おじいちゃんに興奮するっていう話だったわけよね。うんうんうん、ちょっと、マジで何言ってるか分かんないです。こっち、令和1何言ってるか分かんないです。まあ、仏教の話、ほぼ仏教の話。おじいちゃん。おじいちゃん。そして。いや、かといって、おじいちゃんが好きっていうか、うん、男性が好きなわけでもないし、年上の人が好きなわけでもないし、宇宙服が好きなわけでもないね。うんうん、そういうことじゃない。問題みたいなことは。うん、うん、はいはい。一番本能から離れた状態を見て、この距離感で初めて抜け感という概念が湧き出てくる感じ。ああ、それは宇宙服を着たおじいちゃん。まあ、宇宙服じゃなくてもええねんけどね。ああ、もう隠しに隠されたんですか？うん、でも最終的にはもう、誰もおらへんみたいな。そんなんないの、うん。何言ってるかマジでわかんないです。本当に。誰もおらへんし、うん、俺もおらへん。うん。だいぶ、だいぶ仏教っぽくなってくる。こうなる、うん。デカルト感すらある。なんかよく。いないけど、最終的にそれを考えてる自分はいるみたいになるわけでしょ？我思うゆえに我ありみたいになるわけでしょ。でそれすらもうない。もう怖い怖い怖い。怖いんすよ。な無の状態じゃない。空の状態である。はい、空っていうのは無でもあり、有でもある、ね。はい。ないがあるっていうことだね。たけしさん、そんなラジオじゃないんですよ。これは。空とかいうラジオじゃないんですよ。ふーっていうか、抜け感の話やけどね。抜け感の話はしてない。そうそうそう。よかったよかった。覚えててくれた。うん、抜け感の話はしてた。うん。なんだ、ちょっといやらしい感じで、リスナーさんも抜け感を聞いてたはずなの。思ってたんと違うってなってるはずなんです。そしたら、なんか一番この抜け感からって、今みんな遠い気持ちになってると思う。そう、空とか言い出したから、うん。そうなんです。それこそが抜け感であると。うわ、やばいやばい。一番今みんな一番離れたわけやからね。そこです。そこ。場見てください。
ああ、助監督さん。T の字でバミってください、そこ。そこです、そこです。そこをバミってください。なんかあった時はそこに戻ってください。そこは、あの、ね、サスライトが来ますので。やばいな、それすごいな。俺もなんかわかんなくなってきました。こっちゃんに会いたい。そうなってくる。今日久しぶりに。ということはあれですかね、あの、クラウドファンディングも、トップの方は終わり。はい、そうですね、あの、うん、一安心、一安心して、ちょっとまた、あの、お返しもして、連絡もしただけ。その資金を、まあ、あれですね、はい、利用させていただいて、ガン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 こう、より出していくと。そうです。だから、もう関西にね、またね、戻ったりとか。はい、もうこれで可能性がやっぱり、達成したことによって可能性が増えたので、はい、またここから、まあ、ここからまだ一休みして、また頑張んなきゃいけないっていう、そうね、段階なんですけどね。まあ、ヒットさせるというかね、世、はい、に届けていく作業がね、はい。でもね、めちゃめちゃ元気出ます。本当に。あの、背中押される。出るやろ。めちゃめちゃ出る、ま。マジな、俺も経験あるけど、クラファンってな、あの、はい、未達成の状態の時の、全部やめて走って逃げだろうかなみたいな気分あるやん。3日前までちょっと長くなっちゃう。3日前まで 50% しかいかなかった、うん、はい。でもそれなんか絶望的やろ。それ絶望的なんです、うん、ただもうそこからもう本当になりふり構ってられないと、うん、あのみんなの思いを背負ってると思って、うん、いろんな先輩とかに電話させてもらったり、うん、LINE させてもらったりして、うん、こういうことやってますっていうのをみんなに言って回って、うん、まあ営業というかね、なんというか、はい、もうそれはだってプロデューサーという名前がついてるんで、それはやっぱりね頑張んなきゃいけないって思って頑張ったのは、うん、皆さん本当に、うん、本当にねマジでね涙出そうなぐらいね、うん、おパトいいよって入れてくれて、うん、ポインって入るんですよ、うん、メールが来るわけですよ、はい、加入者なんで、うん、うわ何々さん入れてくれた、うん、いや本当にね頑張んなきゃなって思うんです。いやでプラス、まあ、当然その感謝とかはあるけど、はい、達成した時のさ、この肩の荷が下りた感がすっごくない、うん、あるまあ、肩の荷が下りたってネガティブなあれやけど、その、うん、あんまりね、そう、大々的に言えないですけど、うん、正直、ほっとする部分はあるんですよね。うん、嬉しいとかよりも、わ、うん、ほっとしたっていうとこは正直あるから、面目が立ったみたい、うん。あのね、応援してくれる方々がいるわけですから、スタッフさんとか、ね。当然そういう関係者の人は知ってると思うけど、まあ、普通のね、あの、一般職の方がこれ聞いてらっしゃったりしたら、ね、うん、クラファンってね、マジでポケットに1円も入らないから。あ、そうそうそう。うん、その全く入らない。何か出てる、うん。うん。そうなんですよ。今日はだから焼肉いけるねとか、キャバクラいけるねなんて冗談で言ってますけど、あの、今行くとしたら、うん、実費で行くだけやから。そう、あの、うん、入ってこないんだから。うん、そして、まだしばらく時間もかかりますし。うん、で、数使ったらあかんからね、他のことに。使ったから、そうです。ちゃんとこれに使いましたよって僕らも証明しないと、あの、うん、俺がやったところは証明せなあかんかった。はいはいはい。あの領収書とかで。その方がいい。うん、そう、その方がいいですよ。でね、それでね、これだけ125万皆さんにご支援いただいて、うん、それでじゃあ劇場が増えなかったら、うん、何に使ったのって絶対言われるっていう。なるよなるよ。そのプレッシャーもあるし、うん、めちゃめちゃ怖いですからね。やっぱお願いするお金をもらうって怖いですからね。いやいやそうよね。うん、生み出さなきゃいけないですからね、うん、商品とか製品を。いやもうでも本当に、そういう意味では今日のエクスタシー、あの非常に、あの、息を、力を抜かせてもらいましたよ。あ本当に。そこは抜けたんや。力は抜けた。力の抜け感ありましたね。肩の力は抜いてたわけね。うん。一瞬ね、見てる間ね。あ、穂先のためにの時間を使っていただいてますから、もう終わりですこのラジオが収録終わったらまた仕事に戻らなきゃいけない。はい、まあまあね、そんな感じでね、まあ、皆さんご支援ありがとうございました、はい、まあ、ありがとうございます。関係ないけどな金川さんも言っていただいたんでありがとうございます、まあ、俺支援してないでしょ。いやでもね、頼もうかと思って直前に先輩がちょっとボンと文字で、うん、あの協力していただいて、一気にそれでトンっていったのがあったんですよ、一件。そう、びっくりして、あの逆に補佐金でね、補佐金の名前をエンドロール載せるから番組として、あ、はい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 、っていうのもちょっと考えたんです。ああ、そういうのもよかったよね。 ね、あの僕らもね、その
YouTube から広告とかね、うん、ちょっとずついただいてるんで、うん、その僕がいただく、ね、収益をね、そういただく分をでも何しようかなと思ってた矢先に達成したんで、うん、ああそういうのも今後ありだなとは思いながら、ね、こういうねチャンネルやらせていただいてるんで、あ最後にもうめっちゃちょっとだけいい、はい、こういうさラジオやってる人さ結構メンバーシップでえぐめの話したりする、はい、メンバーシップの有料会員の見れないやつさ全員がそう月額チャンネルに払わな見えへんみたいな、はいはいはい、そこでアーカイブ残さずえぐめの話とかしよっかなってちょっとだけ思ってんのに、まあなんかちょっともやもやした言い方をね僕らこういう場でしちゃう時もあるじゃないですか、ねうん、言えないことって正直あるから、うん、それってでも、うん、アーカイブ残らないとしてその視聴者の人が録画するとかする可能性はあるわけでしょ、うん、ある意味まあありえるんかな、ダウンロードされてるだろう、ダウンロードしなくても例えば、うん、荒いですけど放送を音だけ通るとかもできるわけじゃないですか、まあできんじゃん、でもさ、うん、まあ多分俺の予想ではメンバーシップ入っても5人ぐらいだと思うんだけど、5人入ったらすごいですよの人らがさ5人来てくれたら、うん、月額払って晒すようなことはせんと思う、うん、あ、もうそうですよねそこを聞いてくれてる自分たちだけのね、うん、そうですよね、まあそんな晒されるほど僕らは知名度ないですしまだそれはなんかこの言っちゃうその7月以降ある会社のあるになりますと、はい、はい、そういうところでね裏話がなんかガンガン出てきそうなので、まあうわもうそんなそのうちするかもねぐらいですね、確かにねそのねその今芸能界騒がれてる問題とか、うん、言えないこといっぱいあるんですよ、うん、こういうこと聞きましたとか、うん、でもそれはもうあれ、ね、俺は別のゴシップ的な話をするわけじゃないけど、あそうかでもある意味その業界のゴシップじゃないですか、あ、はい、裏話、僕の業あの芸能界のゴシップはまあ一緒です、そんな仕事ね喋れることって皆さんが立ってても、うん、ガーシーみたいなことが結局流行ってしまう世の中って考えると、うん、なんか可能性としてはね面白いかもしれないですね、うん、なんかあれば。なんかまあ、暴露というよりも相談。はい、あ、そうですね、うん。そんな感じ。うん。相談したいっすわ、うん、俺も。クラファン集まんないですけど、どうしたらいいですかって。どこが弱いですかとか言いたい、うん、そのメンバーシップで。そ、ね、うん、うん。それ面白そうや、うん。そうですね。オンラインサロンみたいになりそうで、楽しい。金川武の、まあ、俺のというか、その穂先の、ね、そうですね。面白そうですね。まあ、そんなことも考えてますけど、まあ、今日も何をやっておりましたか、うん、細川直樹と田中拓のプライム雑談でございました。ありがとうございました。